お集まりいただきまして誠にありがとうございます。レスリングニュークラシックの誠です。自分は6月27日の新宿フェイス大会でニック・キコマンドボリショイさんと試合をします。そして自分は相手への憎しみが頂点に達すると、あのレザーフェイスさんの化身であるレディーフェイスに変身することができるんです。そしてレディーフェイスに変身して試合に臨むにあたり、かつて現役メイドレスラーであった己の原点である秋葉原、そこで精神集中のためにふらふらと徘徊していたところ、アリス10番の皆さんと知り合いになり、瞬く間に意気投合し、試合を応援してくださる運びとなりました。アリス10番リーダーの桜のどかです。今回このレザーフェイスのレディーフェイスに変身できるという誠さんと、ジェイソンマスクをかぶった私たちアリス10番とは同じような DNA を持った仲間同士です。これはもう応援せざるを得ません。なので、今回対戦相手となるコマンドボリショイさんは、実は私たちアリス10番一度一緒にご一緒させていただいたことがあるんですけれども、今回はその精一杯戦って倒すということが恩を返すことにもつながると思うので、誠さんの敵は私たちの敵ということで、全力で打倒コマンドボリショイに向けて力を貸してバックアップしていきたいと思います。はい、アリス10番藤崎あさみです。はい、誠さんの勝利のためにまずは私がこの強力な武器であるチェーンソーをお貸しすることに決めました。そしたらメンバーのみんなも次々と名乗り入れてくれまして、当日はなんと誠さんに全員の武器をお貸しすることになります。そして私たちは歌でも誠さんを応援したいと思いまして、誠さん入場時の動線として一曲歌わせていただいちゃいます。皆さん本当にありがとうございます。当日はよろしくお願いします。まこちゃん、あんまり私のこと知らんな。まこちゃんが私を憎むなら、今回はコマンドボリショイの出番はないかも。これはどういうことでしょう。わかりました。自分がレディーフェイスに変身するように、ボリショイさんもボリショイ666に変身するんです。わかりました。やってやります。とにかく当日は誠のもう一つの姿であるレディーフェイス、そしてアリス10番の皆さんと力を合わせて絶対にボリショイさんを通します。皆さんよろしくお願いします。Yeah!